シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。こんなことをしている場合ではありません。台風19号で全国的に非常に大きな被害を受けております。私が住む埼玉県川越市でも大きな被害が出ています。ありがたいことに私の自宅、それからスタッフの自宅、そして店舗、こういったところには被害はありませんでした。しかし、いつも通勤で通ってる道のですね、近くを流れてる川が、これ堤防決壊しまして、ニュース等でも盛んに報道されていますキングスガーデンっていうですね、老人ホームが甚大な被害を受けていて、まあ、その周りの民家とかもかなりの被害を受けていると思います。毎日通っている、通勤で通っている道なので、なんかちょっとこう放っておく、スルーするような気持ちになれなくてですね、なんとかならないものかなということで、いろいろ調べたんですけれども、昨日17日木曜日からボランティアセンターというのが開設されたようです。で、ボランティアに参加するの僕初めてなんですが、災害派遣のどういったものかっていうのちょっと分からなくて、ただポッと行けば参加できるのかできないのかっていうのもちょっと分からない、団体に所属しないといけないのか、いろいろよく分からなかったんですけれども、災害の時はボランティアセンターというのがまず開設をされて、そこに受付に行って、そこからですね、災害現場に行ってボランティアをするという形になるようです。なのでですね、今ですね、川越市に開設されました災害ボランティアセンターっていうところに今来てます。こちらで受付をして、そして現場に行って作業をするということになるみたいです。服装なんですけども、私はですね、長袖長ズボンが必須なんですけども、これはですね、各市のですね、社会福祉協議会とかっていうホームページに必ずその防災ボランティアの時の服装とか、まあ、必要なものとかが記載されていますので、それを参考に、全部集めなくてもいいと思いますけども、まあ、服装の準備をするということがいいと思います。僕はですね、ワークマンで買った本当に2000円か3000円ぐらいのカッパ、下を着てます。上はこのままなんですけれども、まあ、必要があればカッパを着ようかなと思ってます。それからもうホームセンターとかで買った1000円2000円ぐらいの長靴、それから厚手のゴム手袋、これはなかったんで僕は買ってきました。5、600円ぐらいです。それとですね、先がこう尖ったスコップではなくて平らなスコップがあるといいということだったので、一応うちでも使うのであった方がいいかなと思って1個、まあ、これも2000円ぐらいですね、買ってあります。使うかどうか分かんないです。まだ受付してません。9時に来たんですけども、実際は9時半から受付で、10時から活動開始、3時半までの活動予定になっています。それまでの自分の身の回りのもの、さっき言った服装、軍手とかマスク、それからタオル、お弁当僕持ってきてないです。バナナ1本持ってきてありますけど、僕はまあ普段昼飯は食べないので、まあ、大丈夫だと思ってるんですけど、もしすごくこう炎天下の中でやるような感じになると、まあ、お弁当とかそういったもの、熱中症対策のものは必要になってくると思いますね。ちょっと僕早めに着いたんですけど、まだ受付が始まっていないんですけども、続々と人が集まってきていますね。僕ね、ボランティアって児童養護施設のカットのボランティアは行ってるんですけれども、実際こういう災害派遣っていうのは初めてで、どういうことかっていうのも全然わかんない、受付がどうなってるのかもわからない状況で来ていますので、まあ、どういうふうにしたらボランティアに参加できるのか、そしてボランティアはこういうものでしたっていうところですね、またこちらの YouTube にですね、アップしていきたいと思います。変なことを言うようですけど、心っていうのはみんな持ってると思うんですよね。大変だなあ、そこあの人たち大変だなとか、そういうことをみんな思ってると思うんですよ。で、身近にある行動できるもので行動する人はその中のかなり少ないパーセントになってくると思うんですね。例えばですけど、まあ、コンビニとかで買い物した時に19号の、まあ、義援金を募金していますみたいなとこにこうチャリンって入れてみたりとか、そういったのも身近にできる自分の行動だと思うんですよね。
ですぐに行動を起こす人が、まあ、かなり少なくなってくると思うんです。で、心はあるんだけども、実際に体を向けて被災地に出向いて手伝ってあげようっていうとなると、その中のまた本当に限られたごく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 一部の人だけだと思うんですね。だけど心があるんであって、体が元気であれば動けるので、動き方です。こういうふうにして、こういうふうにしたら参加できるんだとかいうところをですね、やっぱり、僕らこう YouTube とかで、まあ、そんなにたくさんの人が見てくれているわけではないですけれど、見てくれている人がいる以上、こういうふうにしたら参加できますよっていうのを発信することが僕の仕事だとも思っています。実際に今日一日やって、まあ、どういう感じだったかというのをまた皆様にご報告申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってまいります。というわけで、ここからはアフレコで失礼いたします。実は私、今回のボランティアですけれども、なぜ参加しようと思ったかというとですね、実は台風の当日避難しておりまして、その先にもですね、入間川という川が流れてまして、そこも避難氾濫水位までなってまして、レベル5、まあ、どこからか越水もしくは決壊しているっていう状況になっておりました。その中で入間川がもし決壊したら、まあ、ここもアウトだと、避難した先も。その情報を得たいがためにツイッターを駆使していろんな情報を得ていたんですけれども、その中でですね、市議会議員の方がですね、いろんな情報をリツイートしているのをですね、キャッチしました。次の日家に帰ってみると、実は家の近くでかなり、甚大な被害が出ていることに気がつきました。それがオッペ川の堤防決壊による洪水なんですけれども、そしてですね、その現地を視察している市議会議員が、そのツイッターでいろんな情報をリツイートしてくれてた方だったんですね。なので僕はその方にダイレクトメッセージで、ボランティア募集してないんでしょうかっていうのを聞きました。その結果、その市議会議員さんは社協から発表されるので、それまで待ってくださいという返答をくれました。で、社協というのは何かというと、社会福祉協議会というところなんですね。これは各、多分市町村にあるんだと思いますけれども、川越市は川越市の社会福祉協議会からボランティアの情報が公開されますと。今のところはボランティアはまだ募集はしてませんということでした。でですね、後日、つい先日17日ですね、17日の木曜日にボランティアの募集が公開されまして、そしてですね、今日都合を開けて、ボランティアに来たということでございます。そして先ほどから流れているというか止まっているこの静止画ですね、これはですね、何かというと、実はですね、災害ボランティアの受付場所であるところに車で行きまして待っていたんですけれども、受付のちょい前にですね、車はこちらには実は止められなくて、駐車場が決められているので、そちらに移動してから受け付けてくださいということで、車を移動している途中なんですけども、その移動先が川越墓苑というですね、まあ、お墓ですね、そちらの駐車場に移動してくださいと。実はね、その川越墓苑も被災しておりまして、甚大な被害が出ているんですけども、要するにかなり被害の大きかった場所を走って向かっているところですね。この歩道のこの街路樹というかね、この茶色い部分、ここまでが水没している場所ということになります。見ての通り、ちょっと画面では分かりづらいですけども、そうですね、僕の首ぐらいですかね、首ぐらいの高さまでここら辺は浸水していて、道路ももちろん田んぼのようにぬかぬかの状態です。こちらの民家も
ビニール袋、まあ、車庫ですかね、あそこの真ん中辺あたりまで茶色くなっているのが分かります。分かりやすく災害ボランティア駐車場というふうに書いてありまして、まあ、こちらに車を止めてもう一度受付の方に行くようになります。先ほど車で通ってきた道なんですけれども、車道はなんとかなってるんですが、歩道はこんな状態で、本当にですね、くるぶしまではいかないですけど、なんですかね、かなり粘土質の、全部靴に張り付いてきちゃうようなネロネロのですね、泥の上を歩いて、もう一度受付へ戻ってるところですね。改めてボランティアの受付なんですけれども、台が2つ用意されてまして、初めての方と2度目以降の方というふうに分かれてました。初めての方のところに名前等を記入して、さらにですね、災害ボランティアの加入カード、こちらにも名前を書いてですね、それから注意事項、それから今日行く予定の、なんて言うんでしょうね、まあ、民家の名前ですね、そして、ビブスにガムテープで名前をこう貼ってくれということで貼っていて、そして、みんなが集まったところで説明があって、何人かのグループになってその場所に向かっていくというふうになります。こんな感じで何人か一組で目的の場所に割り振られて、そして歩っていくんですけれども、その途中ですね、これがですね、実は、まあ、過去に何回も行っているおせんべい屋さんで、ものすごく美味しいおせんべい屋さんなんですけれども、完全に水没して被災しておりまして、まあ、いつ再開できるのかなっていう感じでしたけども、早いとこ再開していただいて、また美味しいおせんべいが食べたいなっていうふうに切に思いました。最初に割り振られたのはですね、民家で畳をですね、上げてほしいという依頼でした。大人5人で家の方に向かいまして、裸足になってですね、家に上がっていって、まあ、びしょびしょのところを入っていったんですけれども、そしてですね、畳を上げたんですが、まあ、ちょっと、まあ、聞いていたんですけれども、濡れた畳、大人男3人でやっと持ち上がるぐらいの重さです。かなり重かったです。で、古い家なので全部畳なので、その全部の畳をですね、剥がして持ち上げて立てかけるんですけれども、実はですね、中のものを全部出さないと畳は剥がせないので、出すまでが大変でした。で、さらにそれをですね、剥がして立てかけていくということで、どのくらいですかね、1時間から2時間ぐらいですね、ここに滞在して、そしてですね、その作業を終わって、で、次のところにまた向かうということになりました。お気の毒でですね、写真を撮らせてくださいっていうわけにもちょっといかなかったので、まあ、外側からこのちょっとうっすらと線が入ってる分ですね、ここまで水が来たそうで、家の中で言うと畳の上で、まあ、膝の下ぐらいまで来たということでした。これは川越市の、まあ、有名な、なんですね、観光スポットでもあるんですけども、下大阪の大欅というところで、まあ、神社の鳥居のすぐ内側にあって、二股に分かれていて、そこの間を歩って参拝するっていうところなんですけども、樹齢500年と言われている欅なんですけども、ここはですね、さほど被災しておりません。地元の方がいらっしゃったんで、まあ、いろいろ話を聞くと、実はですね、もう何百年もここで農家をやっている家はほとんど被災していないそうです。例えば納屋とか、そういったところは被災しても、住んでいるところは大丈夫なところが多かったらしいんですね。で、なぜかというとですね、やっぱり何回もここはそういう被害を受けていて、で、家は高台にほとんど作られているということです。で、被災して、まあ、水没しちゃってる家っていうのはですね、割と新しい家が多いみたいなんですね。
でやっぱりですね、家を建てるときにはそこは過去水害があったのかっていうのをやっぱり調べるべきだと思うんですね。地元の人によると、ああそこに新築ができちゃって、まあ、知らないのかな、そこ水が出んのっていう感じらしいんですね。だからもしこれから家を建てる方がいらっしゃったら、まあ、そこの近くにいる、まあ、ちょっとご老人とかに、こうやって水出たことありますかとかっていう情報を聞いてみたり、それからやっぱり川越市のハザードマップですね、各市町村でそういうのを出してると思うんですね。そこに、ね、今ですね、氾濫があった履歴がある場所とかいうのも記載されています。のでそこいうのものものも参考にして、まあ、購入家を購入した方が今後のためかなっていうふうに思いました。次の派遣場所はですね、川越墓苑さんというとこです。実はですね、車を止めたところになるんですけれども、この川越墓苑さん、その名の通りお墓でありまして、お墓残念ながらほとんど水没しております。そしてここに見える建物なんですが、受付場所というか休憩場所というか、まあ、こちらもですね、完全に水没をしています。実はですね、遠くの方から僕の名前を呼ぶ方がいて、誰だろうって思ったらですね、もう10年ぐらい前にゴルフ場で知り合いまして、仲良くなったお友達が霊園の管理をしてるっていうふうに言っていたんですけど、まさかと思ったんですけど、この川越墓苑の管理をしている方でした。そして後で、お話を聞くことができたので、その動画もあります。そしてですね、ここの道ですね、ここの道に堆積した泥を、まあ、袋に入れて運ぶという作業をやらさせていただきました。で、見てわかる通り、この茶色い場所が水がかぶってる場所なんですけども、もう身長ぐらいですね、もう2メートルぐらい。まあ、お墓なんかで言うと、もう完全にですね、水没した状態になったと思われます。はい、お疲れ様です。こんな感じですね。これちょっとお墓の、川越墓苑っていうお墓のところなんですけれども、歩道がもう全部泥だらけになっていて、そちらを片付けている状況になりますが、これこれね、床ちょっと、床じゃない、道路見ていただくと、かなり泥が堆積してるんですけど、このですね、泥が見えるかな、これ全部ね、くっついちゃうんですよね。くっついちゃうから、スコップで、こうすくって下ろす時にも全部くっついてて下りないんですよね。で、この木ですね、木の、まあ、どこまで水が来たかっていうのが木でわかるんですけれども、まあ、僕の身長よりもちょっと高いぐらいの場所に泥の跡がありますので、ちょっとね、お墓個人情報にちょっと映らないように、ここの茶色部分ですね、ここの部分、ここの部分までが水に浸水した模様です。ちょうど僕の身長ぐらいのところですね。これこうちょっと見てもらっていいですか、見えます、ここ泥なんですけど、こう全部こうくっついてきてしまうんですね。全部くっついてきてしまうから、このスコップですくってこうジャッとできないんですよね。だから全部手ですくって、スコップですくったら、そのスコップについたのをまた手で落としてみたいな状況ですね、今のところ。で、今ここが2軒目ですね。このボランティアセンターに最初に行って、最初に行ったのは畳を上げてほしいっていう、認可の方だったんですけれども、畳、濡れた畳、大人3人でやっとです、持ち上がるのが。一人暮らしだともう到底無理ですね。はい、まだまだ続きます。いただいて、川越墓苑の中に来ています。
じゃあ佐藤さん、どこまで浸水したかちょっと教えてください。浸水ですかね、はい。あー、なるほどなるほど。じゃあそこのカウンターのところまで危ないと思って一応上げたの。上げたの。それも全部使っちゃった。全部使った。なるほど。2階もあるんですか？2階は大丈夫。なるほど。今までここまで水が来たことはない。はい、なるほど。ここっていつできたんですか？昭和53年とか4年とか。ってことはまあ30年、40年前ですね。そうですね。からここまで来たのは初めて。初めて。なるほど。ありがとうございます。はい、というわけで、霊園の管理の方、僕の友達の貴重なお話も聞きました。昼休憩を挟みまして、バナナ1本いただきまして、午後の作業もまた先ほどの泥のかき出し、袋に詰めて運び出すというですね、地道な作業をずっと続けて、で今日のボランティアは終了になりました。でもう一度おさらいなんですけれども、ボランティアに参加するためには、まず各市町村の社会福祉協議会、こちらのホームページでボランティアの情報が公開されます。公開されましたら、その災害ボランティアの受付場所に行きまして、ボランティアの受付をします。そして説明を受けまして、各場所に派遣されて、派遣先で必要な作業をする。その作業というのは、まあ、危険なものは、まあ、危険が伴うものももしかしたらあるかもしれないですけれども、一般的には泥のかき出しであったり、畳を上げたりとか、物を外に運び出したりとか、そういう作業になって、専門的なもの、例えば壁を剥がしてくれとか、床を取り外してくれとか、こういうことはですね、一応できないみたいですね。ただこういうのをやってほしいっていうのに、まあ、従うだけなんですけれども、一般的に普通の誰でもできるような作業しか頼まれないことになっているそうです。まあ、こんな感じで、終わったんですけれどもですね、僕がなぜこの動画を作ってみんなに見てもらいたかったかというですね、実はこの YouTube を見ている方、多分美容師さんが多いと思うんですけれども、若い方が多いです。実はね、今日行ったボランティアの中でもですね、やはりね、かなりご高齢の方が多いんですよ。ボランティアといっても。でも動ける人ですよ。みんな動けますけど、まあ、その中にですね、20代ぐらいの若い人もですね、数名いました。もう本当この子たち偉いなと思って、まあいい子いい子したかったんですけども、まあそういうわけにはいかず、まあ、この YouTube を見てる方が若い方であれば、体はですね、もうめちゃくちゃいけるはずです。あとはですね、心があるかどうかです。で、心もですね、僕らみたいにボランティア行ってやるぞなんつって、鼻息荒い方は勝手に喋って勝手に行くんで、それはもう全然いいんですけど、ちょっと背中を押してあげれば、ボランティアに行きたいっていう、行くっていう子もたくさんいるんですね。その子たちの背中を僕が押したいと思ったんです。だからこういうふうにやればボランティアに行けるよっていうやり方を提示すれば行ってくれるんじゃないかなと。だから公開してるんです。そんなにね、遠くから来てほしいとかそういうことではないんです。地元で困ってる人がいて、ボランティア募集が始まったらぜひ参加していただきたいなというふうに思うんですね。実際ここは川越市と坂戸市の、まあ、市境みたいなところになるんですけれども、受付の住所を見てたら結構皆さん遠くから来ておられます。ただ近くの、本当近くの人も来れる人たくさんいるはずなんですよ。やっぱりご近所さん助け合いじゃないですけど、まずは近くの人、そういった方がですね、まあ、チャリンコとかで行ってあげて、そして手伝ってあげる。
これがですね、本来一番大切なことなんじゃないかなと思うんですね。まあそういった方の、まあボランティアに行ってもいいよっていう方の背中が押したい。僕が背中を押したら行ってくれるんじゃないか、みたいなちょっと期待があります。もし身の回りでそういうことがありましたら、ぜひ、ぜひお手伝いに行ってあげてください。人が助けられる、人の役に立つ、すごくいいことだと思います。一歩踏み出てください。よろしくお願いします。この動画、良いと思いましたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、私は、また、ここが片付くまで、時間があれば、ボランティアの方に参加したいと思います。それでは、失礼いたします。